こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も池田書店のいつでもどこでも使える四字三字熟語ハンドブックから四字熟語を選んで、その解説文を読んでから後でその四字熟語を半紙に楷書、行書、草書、それと創作作品を書いています。今日の四字熟語は漁夫の利です。夫という字を夫と書かず父と書く場合もあります。両者が争っているうちに当事者の隙につけ込んで第三者が労せずに利益を横取りすること、使い方は漁夫の利を得ると使います。今から漁夫の利を楷書で書いてみます。だから漁夫の利を行書で書いてみます。だから漁夫の利を草書で書いてみます。今から漁夫の利の創作作品を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。